平野翔が考える理想の母の日。家族との絆を深める秘訣を大公開。母の日のプレゼント、値段じゃない。平野翔が教えてくれる真の価値とは ?5 月12日は母の日、世界中で母親への感謝と愛を伝える特別な日です。毎年この日が来ると何を送ろうか頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。 国民的人気アイドルグループの一員であり、八つものブランドアンバサダーを務める平野翔さんは母の日に何を贈るのでしょうか彼の選択から母の日の贈り物について考えてみましょう。平野翔さんは持ち前の明るいキャラクターと真摯な仕事ぶりで多くの人々を魅了しています。しかし彼の魅力はそれだけではありません。 彼は自身の SNS などで家族とのエピソードを頻繁に披露し、母親と祖母への深い愛情を公言していることでも知られています。彼の温かい人柄は多くの人々に愛される理由の一つでしょう。平野さんがアンバサダーを務めるブランドは高級ブランドから日用品まで多岐にわたり、彼の幅広い活躍を象徴しています。彼がもし母の日にギフトを選ぶとしたら、 その選択肢は無限大に広がっていると言えるでしょう。例えば、世界的な高級ブランドであるルイ・ヴィトン。美しい洋服やバッグ、アクセサリーの数々は、お母様やおばあ様に特別な日にふさわしい贅沢な時間を提供してくれるでしょう。洗練されたデザインと高い品質は、身につけるだけで気分を高揚させてくれます。愛する息子からの贈り物として、 ルイ・ヴィトンのアイテムは最高の選択と言えるかもしれません。しかし、平野さんは華やかさだけでなく、実用性も重視する一面も持ち合わせています。年齢を重ねると、どうしても目が疲れやすくなるもの。デジタル社会の現代において、目の疲れは多くの人が抱える悩みの一つです。そんなお母様やおばあ様への思いやりとして、 彼がアンバサダーを務めるボシュロムの目薬を送ることも考えられます。毎日の疲れを癒し、快適な視界を提供することで、平野さんの優しさが伝わるのではないでしょうか。また、夏が近づくと悩ましいのが蚊の存在です。平野さんがアンバサダーを務める無比は、そんな夏の悩みを解決してくれる心強い味方です。外出時に蚊に刺されてしまうと、 かゆみや腫れが気になって、せっかくの楽しい時間も台無しになってしまいます。お母様やおばあ様が外出時に快適に過ごせるよう、無費を送ることは、小さな気遣いを感じさせ、平野さんの温かい人柄を彷彿とさせます。さらに、毎日の生活に彩りを添えるものとして、彼がアンバサダーを務める温順魚部屋のシャンプーやコンディショナーも考えられます。 韓国のヘアケアブランドであるウォンジュンギョヘアは、心地よい香りと潤い効果で人気を集めています。髪は女性の命とも言われるほど大切なもの。毎日のヘアケアが特別な時間になるよう、平野さんがアンバサダーを務めるシャンプーやコンディショナーを送るのは、美意識の高いお母様やおばあ様への素敵な贈り物となるでしょう。 このように、平野翔さんが持つ選択肢の多様さは、彼自身の魅力と活躍の広さを反映しています。しかし、最も大切なのは、そこに込められた気持ちです。贈り物の金額やブランドよりも、お母様やおばあ様が喜んでくれる顔を想像しながら、心を込めて贈り物を選びましょう。平野さんのように、家族への愛情を大切にしているからこそ、 彼は多くの人々から愛され、支持されているのでしょう。彼の姿勢は、私たちに大切なことを教えてくれます。それは、母の日という特別な日に、改めて家族の絆や母親への感謝の気持ちを感じること、そして、日頃から家族を大切に思い、感謝の気持ちを伝えることの大切さです。母の日の贈り物は、 必ずしも高価なものである必要はありません。お母様やおばあ様が喜んでくれるものを心を込めて選ぶことが大切です。手作りのプレゼントや一緒に過ごす時間など形のない贈り物も喜ばれることでしょう。平野さんのようにお母様やおばあ様の趣味や好みをリサーチしてみるのも良いかもしれません。普段はなかなか聞けないことでも 母の日の機会に聞いてみると意外な発見があるかもしれません。お母様やおばあ様の好きな色や香り、最近興味を持っていることなどを知っておくと贈り物選びのヒントになります。さらに、平野さんのように家族とのコミュニケーションを大切にすることも重要です。日頃から連絡を取り合ったり、一緒に過ごす時間を作ったりすることで家族の絆はより深まります。 母の日に限らず、普段から感謝の気持ちを伝えることで、お母様やおばあ様もきっと喜んでくれることでしょう。平野翔さんの母の日の贈り物から私たちは多くのことを学ぶことができます。それは、贈り物の金額やブランドよりも、そこに込められた気持ちが大切であるということ。そして、家族を大切に思う気持ちは、 幸せな人生を送る秘訣であるということです。平野さんのように常に感謝の気持ちを忘れずに周りの人々を大切にする姿勢は私たちも見習いたいものです。彼はアイドルとして輝かしい世界に身を置きながらも決しておごることなく家族やファンへの感謝の気持ちを常に持ち続けています。彼の言葉や行動からは 周囲の人々への深い愛情と尊敬の念が感じられます。それは彼が多くのファンから愛され支持される理由の一つでしょう。平野さんはインタビューなどで家族について語る際、愛情と感謝の気持ちあふれる表情を見せることがあります。彼の母親は彼が幼い頃から芸能活動を支え、夢を応援してくれた大きな存在です。祖母もまた、 彼にとって第二の母親のような存在であり、幼少期から愛情を注ぎ続けてきました。平野さんにとって家族はかけがえのない存在であり、心の支えとなっているのでしょう。だからこそ彼は母の日に感謝の気持ちを込めて特別な贈り物を贈りたいと考えるのではないでしょうか。彼の贈り物選びはきっと慎重で愛情深いものになるでしょう。 彼がアンバサダーを務めるブランドの中から、お母様やおばあ様の喜ぶ顔を思い浮かべながら、最適な一品を選ぶことでしょう。しかし、彼が本当に伝えたいのは、贈り物そのものよりも、そこに込められた感謝の気持ちです。彼は、母の日の贈り物を通して、日頃の感謝の気持ちを形にして伝えたいと思っているのではないでしょうか。平野さんの姿は、 私たちに大切なことを教えてくれます。それは、日々の生活の中で、家族への感謝の気持ちを忘れずにいることの大切さです。私たちは、忙しい毎日の中で、つい家族への感謝を忘れがちです。しかし、家族は、私たちにとってかけがえのない存在であり、心の支えです。平野さんのように、家族への感謝の気持ちを常に持ち、 言葉や行動で表現することで家族との絆はより一層深まるでしょう。今年の母の日には平野さんのように感謝の気持ちを込めて最高の贈り物を送ってみませんかそして日々の生活の中でも家族への感謝の気持ちを忘れずに言葉や行動で表現してみましょう。そうすることで私たちは平野さんのように 周囲の人々から愛され、支えられる存在になれるかもしれません。今年の母の日には、感謝と愛情を込めて、最高の贈り物を送ってみませんかそして、平野さんの今後の活躍にも、ますます期待が高まります。